R です。高須大のスキースノーボード専門チャンネルの R です。12日ね、3月12日に一級バッチテスト SJ スキース、取るつもりなんですけど、ちょっと外交系の大回りの小回りと大回りの練習してきました。外交系の練習しました。でスキーでちょっと今からね、滑るんで、大回りね、何点なのか、ジャッジしてください。はい。と言っても、俺のチャンネルはコメント欄に誰も何も書いてくれんでな。まあ、書いてくれたらありがたいです。で、こうやって、この板取ってもしょうがないじゃん。で、こうやって取ってもダメじゃん。非常リボンを今日持ってきてないし、カメラマンがいないから、影を見とってください。影で審査をお願いします。はい。じゃあね、じゃあ、ここパノラマコースなんですけど、ゴールが、少しのダイヤモンドコースの合流地点っていうことにします。じゃあ、検定員があそこに立ってるという体で、本番、人がいっぱい来たな。人がたどり、途絶えないから、まあ、女の子行ったら滑ろうかな。女の子が、行ったら早いやつが来たな。ちょっと待ってよ。あと2本は練習したいんだ。ちょっと待って。まあ、いいや、人がいてもいいや。よし、行こう。ダメだ、もう。そこの滑走車が降りてさ。ちょっと待って。次リフト乗ったらもう影がさ、隠れちゃってダメなんだ。ちょっと待ってね。ちょっと待ってよ。あの子ら行ってからにするわ。よし。よし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 。行きます。スピードが出んな。2ターンぐらいしかできんわ。ダメだダメだ。あ、ちょっとじゃあそこでやるわ。ここでやります。スピードが出ないでダメだ。ごめん、ダメ。スピードが出ない。人がいっぱいおるで。また次の機会に、ダイナで、あれ4時まだ終わりじゃないよね。もう一回滑れるか。